ックを上げて方向なので、そのロボットの中には、まあ、我々のエネルギー源となるバッテリーが積んであって、関節を動かすためのサーモモーター、それから自分で考えるためのコンピューターが内蔵されています。また一番上、我々でいうところの頭の部分にはちゃんとカメラがついていて、そのカメラを回すことによって、まあ、フィールドを見たり、お客様を見ていたり、そういうものができます。で今ロボットにはケーブルが1本ずつつながっているのが見えると思いますが、これは別に人側が操作しているのではなく、まあ、どういう状況になっているのかというのを確認しているわけですね。20分前までにも全部終わっていて、で、もう、下回る状態で、まあ、自分に入る。10分前になっているようになって、もうここはそこでは、販売状態。今、挨拶してくれているゼガさんは、今、腕にスポンジみたいなものをつけているんですが、昨日、テクニカルチャレンジというのを紹介して、ボールをスローイン、持って投げ込むという動作をしていたので、手にボールをつかむための、まあ、部品がついています。少し動いたら、はい。では、試合を、デモ試合をするための準備に入っています。ヒューマノイドリーグ、あちら側でキットチームの試合を見ていただけた方もいらっしゃると思いますが、基本的にはこちら後ろ側のテーブルですね、後ろ側のテーブルに万が一ロボットが動かなかったりした場合に、すぐにロボットがどういう状況になっているのかというのを確認するコントローラーという役割で人が待機しています。フィールドの中には人は入ることができません。試合中は入ることが許されるのは各チームに1人ずつ用意されたハンドラーという係ですね。あちらに今ボールポストのところにいる彼とセガのところに後ろについている彼、彼らが1チームずつロボットが動かなかったり倒れてしまったりして復帰不可能になった場合に回収する役目を担っています。ただピンサイドは120センチと大型なので、簡単に壊れてしまうとまずいんですね。なので、本日のデモは、近くにハンドラーがいさせていただきますが、実際の本当の試合の場合はハンドラーすらもビルドの中に入ることは許されません。ではゲームコントローラーの準備が整ったので試合を開始してください。今、中央にいるゼマさんがボールを探して、今くるくる回っているのは自分がフィールドのどこにいるのかというのを把握しているためですね。ボールが出てしまったらロボットで中に入れることができるというのは審判がボールを元に戻します。試合のナンバーワンピックアップされました。動画が不定でサッカーをできない状態になりましたら、ピックアップと宣言して、サンドラーでロボットを回収しておきます。セナさん、ボールを見つけました。
今年の大会からゴールポスト両方とも黄色ですので、去年までは黄色、青というふうに区別をしていて、自分がどっちにゴールすればいいのかというのを簡単に判別できるようになったので、今年からは両方とも黄色のゴールというゴールしやすい、その辺をどうするかというのを新しい技術に挑戦するというロボカップの精神で準備しています。はい、ゴールしました。ゴールしたので、ロボットを再配置してください。で、5秒を決めますと、攻守が逆転するので、先ほど攻めていたロボットは、ゴールラインの方に下がって、今出てきているので、敵のロボットが今度センターラインの方にセンターサークルに入ってゴールを決めます。おや？これはゴールが分かってなくて、自分のゴールにオウンゴール、1対1ですが、完全に旧型の現役の、フルカブの方のベガさんがゴールを決めているんですが、1対1ですね。オウンゴールとゴールを決めました。回収されていたゼガ2新型機の方がフィールドに投入されましたね。寝返ってしまいましたので、基本的に同じチームの同じロボットということで、敵対するということを想定していないのですが、こういった大型のロボットになりますと、サッカーをするのでフィジカル戦、体のぶつかり合いなどが始まります。実際の、世界大会などですと、こうフィジカルのぶつかり合いでロボットを離すということがなく、倒れてしまっても起き上がるモーションが入って、ちゃんとロボットが起き上がってしまう。フィールドのどこにいるのか、またボールはどこにいるのかというのを判断すること。で、今見ていただけると、Tサイドの公式球、一見オレンジに見えるんですが、ロボットにはオレンジや黒や黄色が入り混じった色というふうに見えています。で、こういったものを単純にこの色はボールだろうというふうに認識してしまうと不具合が発生するので、まだロボットに依存しないと、人間がその辺を調節しないといけない。はい、オンゴール2点目ですね。2対1となります。完全に寝返ってしまいましたね。
本日、ジャパンオープンの方では参加チーム1チームだけでしたが、今年もある、オランダでの世界大会ですね。その際はちゃんとチーム数が十分にありますので、試合が始まる可能になります。まあ、どの大会でもそうなんですが、フィールド、これ硬くないんですね。あのふかふかといいますか、下がシュートになっているので、足場が非常にロボットとしては悪い状態です。人間は足を踏み入れたときに、そこがどんな状況なのかというのが分かって、バランスを取るんですが、ロボットは全体的なバランスというのを感じることができるんですが、まあ、踏み入れた一歩などというのは、一歩目が悪いとバランスを崩してしまうんですね。CAT ブレインズ、ゼガシリーズのロボットは移動方向が8方向ですね。トロパ旋回など、まあ、当然できるのですが、斜め上なども移動することができます。はい、ゴール入りました。2対2です。先ほどから点数を入れているのはフルカブの時型ゼガさんだけですね。青いカラーマーカーをつけた新型のゼガ2ですが、まだ調整が十分ではないです。新型機と旧型機、見た目は同じように見えるんですが、中身はだいぶ違います。まあ、これほど大きな機体になっていくと、何回も練習試合をさせたり調整をしていると壊れてしまうので、そういうメンテナンス規定というのも考慮して新型機は設計されています。はい、写真撮られる際フラッシュは切ってください。ロボットのカメラ強い光に弱くなっていてご動作をします。ボールの取り合いをしています。両機体ともボール見えていますね。ボールの方にカメラが回っていますね。はい、ゴール入りました。3対2です。それらのロボットには先ほどから言いましたとおり、通りカメラなどを含めたセンサーというものを作ります。まあ、私たちは三半規管というものでバランスを取っていますね。ロボットたちはジャイロというものでバランスを管理しています。人間には最初の一歩というのは簡単なんですが、このロボットは最初の一歩というのがなかなか難しく、一歩目はちゃんと出てしまえばまっすぐ歩けるんですが、一歩踏み出すのがバランス崩れて体が触れてしまって倒れてしまうんですね。そういったところもちゃんとできるように調節しないといけないというのが重要です。はい、ゴール入りました。4対2です。ゼガ2さんゴールを決めてほしいですね。ゼガのセンターラインなんだよ。まあ、動きますね。まあ、ちょっと見ていきましょう。
急でがくと早い、フルカウンのゼラさんがお株を奪われないためにどんどんボールに使っていただきます。時間です。はい、終了しました。前半戦終了ですね。AKB 前半戦終了したら